県民有権者の皆さん、お元気でいらっしゃいますか。参議院議員の今光男です。去る4日に第25回の参議院議員選挙通常選挙が公示されて、今日も6日目です。我が浅戸候補、日本維新の会が推薦をしておりますが、今元気いっぱい、勇気100倍頑張っております。問題はです、もう沖縄の基地問題も含めてなかなか決められる政治をやってくれなかった。もうそろそろですね、東京行って物を決める側に立てる、つまり自己意の中でやっていけるような、そういうような人を選出していただきたい。そうじゃないと反対ばかりでは何一つできませんので、どうぞ物事を県民の声を聞いて、これを実現に要していくんだという決意をし、行動する、決める政治家を浅戸をどうぞ送ってください。浅戸でございます。お願いいたします。